新しい趣味始めました。それに伴い、チャンネル名を、多感なブログ、に変更いたしました。よろしくお願いします。ふと思ったんですよ。サッカー観戦をしようと、アジアの岡山を応援しようと、数年前に一度、車で、スタジアムまで観戦に行ったのですが、結構、大変というか、めんどくさかったです。しかし、バイクなら気軽にシティライトスタジアムへ行けるのでは？ということで、まず最初に、シティライトスタジアムの、バイク駐輪場について、調べてみました。が、車や公共交通機関、については情報があるんだけど、バイク駐輪場については見当たりませんでした。そこで、バイク駐輪場について、問い合わせてみました。結構止めるところがあるみたいですね。あることは確認できたので、シティライトスタジアムへ、向かっています。とりあえず、シティライトスタジアムの、駐輪場の場所を紹介しときます。初回は、よくわからなかったので、ここで下車して押していきました。自転車は止めてあるけど、バイクはないな。ほんと、チャリが多いけど、バイクは止まってないです。なんかバイクのとこって、チャリ反対側にあるのはあるんですけど、はい、ぐるーっと回っていただいて、バイクのところがあるんですけど、ずっとこれをどうしていけば、ずーっと行ってもらって、たぶん右に曲がったら、はい、あのバイク止める場所あるんで、はい、そちらの方に置いていただいてもよろしいですか？はい、すいません、お願いします。これで、大体の場所を把握しました。
この日の対戦相手は群馬。勝てるのではなかろうか、この時はそう思ってました。よろしく頼むぞ。後で知ったのですが、ガジにとって群馬との相性は良くないそうで、怖いです。久々のサッカー観戦でワクワクドキドキしてます。なんか割と人が多いなと思っていたけど、この日はそうでもなかったみたい。この時全く気づいてなかったのですが、 YouTube の撮影をしている人に遭遇してました。ということで、この人の YouTube に思いっきり映り込んでた。バイク駐輪場が見えてきました。駐輪場に到着です。ここからはファジアーノ岡山ホームゲームでの観戦で感じたことを。今年初観戦の群馬戦です。なんとなく勝てそうな予感がしてた。コーナーキックを直接叩き込まれ、0-1 で負けました。負けました。大分戦、かつて J1 にいたし、なんか強そう。強そう。大丈夫かな。押されまくってたけど、後半42分に先制。終了間際に熱湯、揺らされましたが、ファール判定で 1-0 で、勝利。ファジアーノ生観戦初勝利です。琉球戦、なんとここからシーズン後半戦だとか。琉球はこの時点で最下位。よくわからんけど、調子の悪いチームには勝たないといけない。なのに終始押されっぱなしで、なんとか失点せずしのいでる感じ。こりゃ引き分けかと思えた。アディショナルタイムにやってくれました。宮崎キワラの決勝ゴール、この日、キワラの名前を覚えたよ。熊本戦、この日は土曜日で仕事。でも、キックオフが19時だったので、仕事終わりに、こちらに速攻で来れました。なぜか、バイスが出てない？なんか嫌な予感。予感通り、0-2 で敗戦した。って、いうか、熊本は強かったです。大宮戦、この日は水曜日の、平日。当然仕事で、仕事終わりに帰宅。
この日は電車でシティライトスタジアムへ。しかし、予定の電車に乗り遅れたため、スタジアムの外で、徳本のゴールアナウンスが、聞こえる時間に到着した。まさか、このままゴールシーンも見られず、終わるんじゃないだろうや、と不安になったが、後半19分に失点して、同点、その後1点取ったが、再び取り返され、またまた同点。引き分け、というのが脳裏を、よぎり出す時間にチアゴがやってくれました。後半アディショナルタイムに、2得点、しびれました。とっても嬉しいです。4、2で勝利です。栃木戦、なんというか、あまり記憶に残ってない。0-0で引き分けました。千葉戦、ここも元 J1 で強いイメージ。先制するも速攻を許し失点、1-1の引き分けでした。山口戦、8月唯一のホームゲームで、ゲーム前の演出が良かったです。試合の方は、なんと PK、2連チャンで、2-0でリード。しかし、今度は逆に PK を与えたのと、前半終了間際に、フリーキックを合わされ失点、2-2。同点に追いつかれても、まあ、後半点取って、勝つだろう、不思議と、そう思えてました。そしてその予感的中。後半、コーナーキックに柳が、合わせ決勝点。おー3-2で勝利しました。よくできました。町田戦、日曜日開催で、他チームの試合結果を知ってる状態。首位の横浜 FC が引き分け、2位の新潟が敗戦。そして現在3位の岡山、ここで勝てば、勝ち点差が横浜に7、新潟に5と詰め寄れる大事な試合となりました。そしてこの日は、来場記念にオリジナル、ユニフォームシャツがプレゼントされると、のことで、かなりの来場者になると思われます。ということで、少し早めに来ました。席なので、まず席をキープしに行きます。もらったシャツは今日着ないと。今日の会場はこの色に染まる。腹ごしらえはバニフード。あまり並んでいないところを狙ってオムライスにした。今日は地元高校ソボールのパフォーマンスがあって、スタメンがこんな形で発表されてた。元山じゃなく若坂、スタメンはどうなるか気になっていた。いよいよキックオフ。Thank you.
がこのようにあがこのようにあの時に天下の人なんて思ったのでデビューが立ち合ってしまっていたのであんたは思い切るだけでした。まあ1万人入って初めてこのお手伝いになってあの雰囲気が個人として成長をもっとしないといけないので代表でもしっかり結果を残したいです。